先生、山下先生、はいはい、消費税の計算方法を教えてください。消費税 10% のまま、はい、8400円の消費税 10% は840円です。 10% だから、はい、これを消費税、これ足したら OK、はい、ということで9240円。おー、高くなりますね。0一個削るだけね。わかりました。はい。